いや、今日もこれなんですが、今日実は今日はこれはしゃぶしゃぶパーティーということで、イエーイ、盛り上げよう。 OK、 しゃぶしゃぶパーティーなんですけれども、はい、急遽このパーティーがその催された、これ理由があるんですね。理由は何でしたっけね、確か、理由はなんと GSR250 の見積もり聞いてください。まあね、大体ね、このね、やけくそさから大体大体差しがつくと思うんですけど、GSR 見積もりしてきましたけど、なんと総額いくらでしたっけ。39万。わお高いやろ。安定の全然安いことはない。全然やろ。あのね、皆さん気をつけてください。言うて、イサンで行ってきたんですよ。そうそう。ほんで見積もり出してみたら、なんと40万近く。39万お前10万多い。ええ加減してくれや。なんやねんと、それは。そんなこと。あれ42万なんぼかで、CBR。うん。あ、CBR ってな。うん。CBR250。だからあと200円だしCBR になる。CBR? CBR こうてや、アップ版にした方がええんじゃん。Amazon でもな、34万やった。グラストラッカー、うん、全部諸表込み34万のAmazon.com。 Amazon.com で単車持ってるんだよ。もう Amazon はな、 Amazon せやけど、 Amazon 税金かからへんのじゃん、アメリカから買うから。いや、 Amazon 日本のショップやで。ショップって、あ、そう、バイクパーツセンターとか。あ、そういうのもあるの。うん。 Amazon で売ってんねんで。そんで39万円言ったらあかんわな。何ですか、それやったら最初からそれ書かなあかんやろ。書かなあかん。20も、例えば保険がついたり、なんとかいろいろつくと、盗難保険、盗難保険、保険も全部ついたら39万9千円になる。39万900円になりますって。そんなに言うてもらわんとね。39万690。そんな、あの、普通のおやしらみたいなやつやったらや、何それ、全然ちゃうやん、それ帰りますよね、それじゃあ。まあ実はね、俺もこれ経験がありましてですね、FTR を買いに行くときに、で、FTR、あの時の FTR 何もかいとですね、30万、なんかそんなんやったやろ。ほんで、盗難保険を勧められました。で、総額なんぼやねんってやったら、52万円。なんで。ほんで、俺、それ、これほんまやね。大先輩の、あの、運転手と言って、ローンとその保険と全部総額してほら、なんぼやねんって計算してやん、言ったら52万なんぼやねん。あ、なんぼ、そのな、分割手数料だったら普通に、あの、初めてのなんとかでとかで借りてこうた方が安いやんけ。どんなやねんと、どういうそろばんの弾き方をしてるんやと、あの、びっくりしました。記憶がありましたけど、あれだから寄せ、格好寄せて、それでこんなんやけどって言われるな、よろしくないですよ。その、あの、この部屋、あの、1万2000円とか言って借りに行ったら、いや、それはもう、あの、あの、もう、あの、借りられて、ありませんので、あの、よかったらこっちもどうぞ、言って。ほんまに、まあ、そういうのは、もう、あの、そういうところやめた方がいいな。そんなのがあると、だんだんその信頼性がなくなってきて、もう腹からこっちが疑ってかかってしまうことになるやろ。どうせ嘘っぱちやろみたいな、そんな思われたら終わりやん。結局何がないか分かる、これ。誠の心やろ。人弁になる。誠の心の欠如じゃないですか、これ。その辺の、あの、ショップの方が結局は安かったりするんじゃん。わしもそう思うわ。その辺のバイク屋の親父には、おっちゃん、じゃあもうちょっと負けてやとか言うて、あの、ちょろちょろっとだけ引いてもらってこうた方が結局安いんちゃう。んで、あと気分よく買えるでしょ。そういうの気になったね、今日の話を聞いて。で、と言いながら、パンフレットをもらってきたんですか。パンフレット。俺、この店に言われてるじゃない。いや、どれどれ。今、あの、某女子がいないから、ちょびちょびちょですか、これ、鈴木、ウェイオブライフ、GS250、ネクストスタイルネイキンと、はい、次のスタイルの肌感冒、はい、行きましょう。はい、さあ、どうかな。じゃらん。どう、つる、力強いフォルムが存在感を主張する、エンジンの鼓動が心のビートを鳴らせる、いいじゃないですか、アスファルトを刻むトルコが俺を自由に解き放つ、いいなこれ、見てください、これ、これ
あのね、うん、こういう服でツーリング出るのやめてください、うん、ああはいはい、あのね、うん、絶対ね夏でもちゃんとジャケット着てください、うん、これしんどになりますよ、うん、こいつねこの袖がパタ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 ってなってで GSR はもっと走りたい走りたい言ってるのにこいつこのパタパタのおかげでアクセルを開けることができ な,、うんね、できなくなくなりますからね、というか前回の教訓があるよね、うん、そう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 前回、うん、だからこういうの やったらあかんわ、あ気軽なカジュアルな感じで乗れるのかなと思って、うんうん、この映画を見て、うん、こいつの兄ちゃんのように出ていったらダメです、うん、ダメですか、えらい、えらい、えらい目に遭いますからね、うん、あ、うん、グローブはちゃんといいグローブしてますね、いい、もう俺なんかずっとあの160円 の,、うん、あの 豚側 の, あのそいつはこいつなんじゃないの、え、あ、そいつはこいつですあ、そうか、こいつはこいつで、で、こいつはこいつかあ、ちょっと待ってください、こいつナンバーもつけてなくて、これこんなことませんね、不良やないかこんなことが許されるのか、これこれ明らかに行動で撮影してるでしょ、これこれ御堂筋ちゃん、これ、え、浜松かな、どこやろ、知らんかな、とにかくこれはね彼はよろしくない、うん、こんなこと、うん、でも多分こいつね、ほらカバンも何もないです、ほら何もつけてないでしょ、うん、これ多分ちょっとぐるっと近所回るだけですね、そうか、うん、試運転ですかね、試運転ですね、うん、でもいいな、うん、次見てみましょう、はい、ででん、あ、誰か知らんけど、うん、試運転の時ヘノーヘルで走ってましたね、そんなことはないですよやっぱりねフラグですね、そうそうフラグですね、ヘッジをきっちりかぶって安全運転に安全に留意して走りましょう、はい、でもさ、あんただけは言われたくねヘッドライト見てください、うん、ヘッドライト、うん、ピーキングイメージの、うん、イケヘッドランプ、あんまり好きです、あんまり好きじゃないな、うん、ビーキングイメージ、ビーキングイメージする必要はないんじゃないですか、うん、なんでかというとこれはビーキングじゃないから、ないから別に、ね、イメージせんでもね、うん、あのまあ、これは、まあ、できてしまったからこれかっこよくていいんですけどね、うん、俺は普通のなんか丸いやつを作ってくる、丸い丸いライト、丸いなんか昔ながらの、そう使い回し、そう、うん、使い回しでも、うん、でこれなんですか、フィエルタンクカバー、うん、これはフィエルタンクのところにこうエッジがこうピッてこうついてるんですね、うんうん、だからこのカバーのところにウィンカーをビルトインしているということですね、うんうん、これちょっと今の形ですかね、今の形です、あ、これ、うん、はい、これでももしかしたらこの風貌的にはいいかもしれないですね、ああいいかもしれんね、うん、まあこれを全部なくて、うん、この辺からピッてちっちゃい昔ながらのウィンカーが出ててもいいですね、うん、いいですか、うん、いいです、でサイドパネルね、パネル、これはまあ横のパネルね、うん、でテールランプ、テールランプ、でマフラーいいですね、テールランプ割といいですね、中に入ってます、ね、中に入って綺麗、うん、でね、これも別にあの丸いやつがポンとついててもよかった、ね、いいですか、どっちもいいですか、うん、何でもいいですか、だからこれはあの超絶あの、まあ、コストダウンしたかもしれんけど、うん、本気になったらもっとコストダウンできたかもしれないですね、うんうん、そうですね、ご飯適当やな、惜しいないやでも、うん、いや光りゃいいんですよ、うん、でエンジンがこのロングストロークエンジンっていうのが、うん、いいんですね、うん、だからそのめちゃめちゃスピードを出さなくて もう下の回転からこう安定して回ってくれるんでしょうね、うん、であともういろんなこと書いてます、はい、ね、ロングストロークエンジンで6速ミッション、うん、これはいいですね、うん、であとあの空気というかその霧吹き装置はそのあのフィエルインジェクション、フィエルインジェクション、インジェクションはいいですね、いい、これはもう俺もインジェクションに関しては文句ゼロです、ゼロですね、はっきり言ってガソリンが腐っとっても大丈夫みたいな、そうそう、はい、でリアサスペンション、はい、これはですね、リンクはリンクはちょっと分かりませんね、あリンクないです、あリンクない、ただの近づけですね、なくてもいいんですけどね、いいか、うん、FTR も実際ダートも走りましたしね、走れましたね分かった、ゴリ押し、いやちゃうね、ところがねリンクないやつからリンクあるやつに乗ったらな、うん、いやで揺すってみるんですよ、単車ぐっ揺すさ、うん、やっぱりええなと思いますよいや本物の話どこほんで見てください、センタースタンドついてる、うん、あセンタースタンド、うん、やっぱりいいな、あとグローバルな感じでこう作るとやっぱこういうつくでしょう、うんうん、これはいかに日本のそのオートバイのメーカーがですね、はい、日本のオートバイ乗りをなめてるかっていうことじゃないですか僕はあの ST の時にねこれはっきり言ってね厳しく言わせてもらいましたよ、あなた何ですかと、ツーリング中にパンクしたらそれで終わり、うんうん、何ですかそれはそんなわかんない、うん、そのどんなことがあっても自力で帰ってこれるっていうふうにしとかんとやっぱダメだと思う、ダメですか、ダメだと思う、ダメですか、だからこのセンタースタンダーはその重いし、うん、まあ、言うたら R にはふさわしくないかもしれないけど、うん、違いますよ、うん、
センタースタンドでタイヤを上げて、うん、上げて、そして自力でパンク修理をして、うん、で帰ってくることが R ですよ。僕はそう思います。ゴロンってバイクこかしてやったらダメなんですか。だからそういうテクが使えるのは、その一部のそれは間違った考え方ですね。だから一部のエキスパート、あなたのような妙竹林なエキスパートライダーでこそその可能なわけであって、僕のような一般なその平和なライダーはそのことは無理です。そうですか。これいいですね。大型グラブバー、これはいいですね。後ろに乗る人が持ってるのね。で、あとこのメーターもこうギンギラして、これちょっとやる気が出ていいかもしれないです ね。カラフルですね。カラフルでね、うん、これはまあほんまにいいかもしれない。ただ普通のメーターを、いや一番安いメーターをポンとつけてくれてても、多分僕は、うん、あいいですねって多分言いますね。あ、そうです、 OK ですか。はい、あ、終わり。そうですね。え、色カラーですね、最後バイクの。え、そのなんですか、うん、え、コーナーをなんか、うん、切り裂くなんとかとかそういうのはないんですか。ないですね、うんうん。あ、そうか。それは、うん、39万円でその何やと言って帰ってきたと、うん、そこまでの話は終わりですね。そうですね、うん、あ、そう、終わりですね。ちょっと これもう一回見てください。なんとオプションですか。カタログにね、うん、一緒にはそのオートリメッサのオプションのカタログもつけてくれました。うん、見てください。うんうん、このスクリーン、ね、スクリーンありますね。そうそう、ほら、これもスクリーン。こんなスクリーン、こんなん つけたら別にいけるんじゃん。このスクリーンもあるやん。あ、スクリーンが結構選べるじゃないですか。いろいろありますね。あ、じゃあこの辺の、あ、これ、うん、でもこのスクリーンは2万円しますけど。高いですね。うん、この辺のこう安いスクリーンつけてね。うん、なんとかなるんちゃう？いや、中国で売ってましたよ、 DSR 用。売ってた、売ってた。これアルミパイプハンドルキット5万円、これはちょっと高いですね。高いですね。ちょっとこれは欲しい。でもハンドルをもうちょっと高くしたいですからね、うん、はい。なんかだんだんこう夢が広がってきましたけれども、うん、あのちょっと高かったですね、うん、ちょっと高かったですね、はい。まあ頑張りましょう。何を頑張るんですか。雑やな。そうこうしてるうちに、ね、俺がね、見てもいない GSR のですね、カタログで夢を膨らましてましたね、今ね。その間になんとほら、うん、出汁ができて、じゃあ火をつけましょう。ですか。こっち私がつけてやろう。ではでは、お願いします。こっちです、こっちで、はい、近くでダメ入ってる、入って、入ってる、入ってる。おー、ついた。よーし、オッケー。よーし、ついた、ついた。よーし、オッケー。今日はしゃぶしゃぶですからね、はい、元気よくしゃぶしゃぶ食べて、はい、GSR について語り合いましょうよ、うん、ね。あの尖閣諸島について話し合わないんですか。尖閣諸島、ね、尖閣諸島あれもあの一瞬で解決しましたからね、うん、あのね、他のね、うん、政府がですね、政府の関係者とか有識者がですね、うん、何時間も何日も何年も話し合って解決したことを、うん、彼は 0.3 秒で解決しましたからね、うん、もうあれをね、放送することができませ ん、 ね、うん。今言ったら、あたり松田さんの編集がめんどくさくなる。そうそう、でまあ、俺が言ってみましょう、こんにちは、ね、上陸してきたやつをあれは俺はもう放送禁止を失ってた。ほんで夜中やったもんだから真剣に呼吸もできへんかったし、あの笑いのツボじゃないですけど、ほんま何回かあったのはほんまにあの笑いの地獄でしたね。うん、上陸してきたやつを。めっちゃ楽しかった。見てあ、飲みて誰かな。Oh, hey!